前回のあらすじ。ご機嫌で橋について解説するお姉ちゃんをよそに、お腹を空かせたまま乗り込んだ垂水鉄道。鉄道需要の6分の1を支えているらしい。にぎわうショッピングモールでようやくご飯を済ませました。垂水行きのはずなのになぜか乗り換えさせられたりしながら、薄墨桜の里を目指しさらに北上していきます。元巣を出てしばらくしたら、両側から山が迫ってきたね。また山と山の間を縫いながら北上していく感じね。ちなみにさっきの元巣駅から見て真東には昨日通った長良川鉄道の関駅があるわ。思ったより近いんだ。名鉄美濃松線だき今鉄道だと大きく回り込まなきゃいけないから遠く感じるけど、道路ならまっすぐつながっているわ。だからあんなこともできたんだろうね。あんなことって？あ、まだ話してなかったっけ。この垂水鉄道、普段は車両数に結構余裕がある方なんだけど、薄墨桜のシーズンになると増発に増結で車両の運用がギリギリになっちゃうのよ。ところが2010年の2月、所有車両の1両が踏切事故で修理が必要になって、それが終わらないまま桜ダイヤ期間に突入してしまったからさ、大変。1両でも欠けたらもう回らないの。ものすごい綱渡りだね。まあその短い期間のために多くの車両を維持しておくとなるとコストもかかるしね。一方その頃長良川鉄道では、昨日も乗った長良500型3両が出揃ったところで、初代の車両長良1型最後の1両がちょうど運用を外れるタイミングだったの。渡りに船とばかりに垂水鉄道はこれを借り入れ、一度トラックに積んで陸送の形で入線させ、長良10の名前と塗装のまま運用に投入して、無事一春をしのぎ切ったわ。ええ、でも珍しい話だよね。この前目たんちゃんが動画の収録で、違う会社との共通設計はめちゃめちゃ難しいって言ってたのを聞いたし。当時垂水鉄道には同じ規格で作られたハイモ230の300型がすでにいたのと、岐阜県の第三セクター同士で災害時などに互助する取り決めがあることも大きかったと思うわ。助け合いの精神だね。半年の借り入れの後、長良川鉄道に返された長良10は以降4年間予備車として残ったわ。今は愛知県内の個人宅で保存されてるとかなんとか。のどかだね。さっき発車した小海駅を境に垂水鉄道になってから開業した区間に入ったわけだけど、線路は引き続き根尾川に絡みながら進んでいくわ。トンネルを出て橋を渡って通している場所が場所だから当たり前だけど、いかにも鉄拳鋼団の地方路線って感じね。さっきから体育の電子ホイッスルみたいなのが聞こえるけど、これは多分警笛ね。この辺りは見通しが悪そうだし、動物との衝突とかを警戒してるのかも。あとは警報器のない踏切とかがちらほらあるから、その手前でも鳴らしているんでしょうね。安全第一だね。着いた。ってホーム狭くない？島式としてはかなりね。ベンチが置いてあると黄色い線の内側にはほぼ不可能ね。駅前に出てみたら、その随分と変わった建物ね。中にはベンチがあるから待合室的な建物なのかな。それにしては長い気がするけど、ロータリーの入り口側につながってるから車寄せからの悪天候時の通路も兼ねてるのかも。なるほど、よく考えられてるね。ってこの銅像とか謎のオブジェは一体？銅像は宮脇殿助さん。産業を根付かせたり電信電話を開通させたりと、この辺りの開発と発展に大きく貢献した方だそうよ。この地への鉄道誘致にも尽力したんだけど、1943年垂水線の開業を見ることなく亡くなったんだった。垂水鉄道になってようやく悲願が叶ったんだね。こうして見るとなんだか誇らしげかも。え、こっちはなんだか竜巻みたいな形をしてるけど、根尾村の100周年記念碑だって。あ、見てお姉ちゃん、ほとんど色が落ちちゃってる中で一個だけ白い字が綺麗に残ってるのがある。残せ垂水鉄道だって。未来にわたってこの願いが叶うといいわね。あれ、でもここって終点だよね。先にも線路が伸びてるみたいだけど。ああ、あれは気回し。ここまで列車を引っ張ってきた機関車を編成の反対側につなぎ直す作業で使う線路ね。さっき新しい区間だって言ってたけど、機関車の時代なんてあったんだ。いや、垂水鉄道に転換した時点でレールバスを買っているから主力はずっと機動車なんだけど、以前は元巣までの区間で貨物輸送をやっていたから、
そのために機関車も結構持っていたの。つまりその貨物のための線路ってこと。いや、貨物はセメント工場のある本須駅まで。ただせっかくだからこの機関車を混雑時の輸送にも活用しようって話になって、国鉄から中古の客車を譲り受けて使ってたのよ。あっちの線路はそれを引っ張る機関車を後ろに回すためね。なるほどね。今はもう残ってないの。2005年度いっぱいで垂水鉄道の貨物輸送は廃止。持ってた機関車も手放しだったから今はもうやってないわ。興味普通列車扱いの客車列車なんて本当に貴重だから、ちょっとばかり残念ね。貨物が丸ごとなくなっちゃって会社の方は大丈夫なの？いや、割とダメージは大きくて一時は損廃の議論にもなったらしいわ。今日も立ち寄ったモレラ岐阜駅の開設やら定期利用増加のためのダイヤ改正なんかで持ち直して、議論の末継続された支援も込みで続いている感じね。どこも厳しい中だけど頑張ってほしいわ。お、大津落としの谷、なかなか物騒な伝承だね。ここより垂水寄りの線路際から石碑とかが見れたらしいんだけど、見損なっちゃったわね。次来る時は確認してみようかしら。また来るなら今度は桜のシーズンに合わせてね。というわけで本須駅に戻ってまいりました。今度はこのまま同じ車両が大垣まで行くんだね。まあ私たちは降りるんだけど、あっちのは反対行きかな。お、ミキの生まれ変わり、ハイも295の617じゃない。ミキって誰？ああ、兵庫県の第三セクター、ミキ鉄道のことよ。2008年に廃線になってしまったんだけど、廃線時まで主力を務めたミキ山脈型は、当時経年10年くらいとまだ新しかったのもあって、各地の鉄道を支えているの。前にひたちなか海浜鉄道で、そのうちの一両に出会ったのだけど、これがかなり好みの車両でね。中を見ると全然違うね。昨日の長良川鉄道と同じような向かい合わせの座席になってて、今日みたいに長く乗り通すには良さそう。でも今から垂水行きで出てくってことは今回は乗車できそうにないわね。残念。あれ、向こうには随分小さいのがいる。何あれ？多分イベント用のミニ SL 的なやつと、奥のは補線用の機動バイクかしら。垂水駅のあれと比べると随分こじんまりとした感じだね。よく見ないと駅だってわからなさそう。一応ここに駅名が書いてあるわよ。ちっちゃいけど。でも駅の土地っていうか線路のところ自体は結構広いね。車庫があるのと昔は貨物の扱いもあったからね。え、多分こっちの方に、あ、いたいた。今日は動いてないみたいだけど、これがもう1両のハイモ295よ。なんかおもちゃみたいな色。3両いるハイモ295の中でも最初に作られたタイプで、他より車体が短いのが特徴なんだけど、ちょうど見えなくて残念。今度はぜひ動いているところが見たいわね。あれ、こっちにも何かいるよ。あら、これは知らなかった子ね。補線用っていうか除雪用のモーターカーかしら。これもちっちゃくて可愛いと思ったけど、こっちから見ると結構いかついね。ロータリー式除雪装置ね。下の羽で雪を巻き込んで遠くに投げるようにして除雪するタイプよ。この車両だと両端にそれぞれラッセルとロータリーの除雪装置がついて、屋根には補線用の作業台らしいものも乗ってるわ。それにしてもこの色どこかで見たことがあるような。またよその鉄道から買ってきたとか。そうかも。後で調べてみるわ。とりあえず今は次の時間があるから駅に戻りましょう。あら、またさっきも見た子ね。何度か降りる予定にした割には同じ車両ばっかり引いてるような。まあまあそればっかりは運次第だよね。あ、出てきた出てきた。さっきの車両だけど、2006年に廃線になった神岡鉄道から譲り受けた除雪用機械だった。2005年に垂水鉄道沿線に大雪が降った時、垂水鉄道は18日間運休。国交省に除雪車を導入しなさいって言われて探してきたものだそうよ。なんだか機関車トーマスのトビーみたいな話だね。ほんとね。基本的には汎用の補線用機械なんだけど、神岡鉄道での最初の1年間だけ機関車扱いで車籍があったとかで、今でもその頃の名前 DB1 で呼ばれ、塗装も変わっていないんだって。大垣に到着って、もう真っ暗だね。あ、もしかしてあれってミリアル向かいの豊橋行きに乗るわよ。なんとしてもやっぱり311系の新快速、それも多形式と連結する運用となると相当珍しい気がするわ。お姉ちゃん、解説はいいけどそろそろ発車しそうだよ。よかった、空いてる空いてる。せっかくだからこっち側に乗るわよ。何がせっかくなのかよくわからないけど、はい。